にちは。伸びないんだけど。こんにちは。もうちょっとでギルドバトルだ。お昼の何時からだっけ。なんかすごいなっちゃう。どうか12時10分ちゃんところランパーって言ってくれた。ん違う、くるるん、くるみちゃんか、ルンちゃんとかと思ってた。あ、ルン、あ、ルンパーティー、ルン、めっちゃ見間違えてた。パッてしか見てなかったリアルがミスの、でもミスのところ、私あれだ、公演中よいしょよいしょ、え、雪そんな降ってんの。ちょっと出てないから知らないよ、まだ見てないです。でも小屋は大丈夫じゃない？なんか雪で交通機関が止まっちゃったりとかがなければあると思うけど、普通に電車とかが動かないってなったら、もう全然動かないってなったら怪しいけど、普通に動いてそうだし大丈夫じゃない？今のところは。配信は1時間半ぐらいしますね。1時20分ぐらいまで。止まる、電車止まるほどではなさそうだから大丈夫だと思う。普通にあると思う、今日の公園。うん、大丈夫だと思う。そんな、なんか
今日やばい子みたいな雰囲気では全然ない。普通にあると思う、うん、よし。私明日波動か。メンバー誰だっけ、誰と一緒だっけ明日。前見たけど忘れちゃった。あと見たら分かるっけ。あの明日だよね、ハード。どこに乗ってるっけこれ。どこで。アイナさんとナギちゃんか。これページが見つけられなかった。この公式のサイトのさ、AKB のスケジュールってとこには載ってないんだね。あるよ。明日だよね、でもね。あるけど。あ、もう一回わかんないや。明日12時から。え、じゃあいつもと早いのか。いつもより全然いつもと同じ時間からだと思ってた。知らなかった。明日12時からなの。あ、早いな。明日12時から早く始まって早く終わるってこと。確かに集合早そう。12時からなら早そう。明日も早起きか。頑張ろう。今日も早起きした。今日夕方早起きじゃないか。本当は7時に起きようと思ってたけど1時間半ぐらいに起きた。8時半に起きた。寝たかったから寝ちゃった。明日早起きだわ絶対。何時集合だろう。早いから夜までとかじゃないってこととか。じゃあ明日夜普通にショールームできるか。え、ってことだよね多分ね。なんかハードある日ってさ、あの夜結構遅くまでだからさ、ハードってなんかいつも夜あんまショールームできないんだよね。ちょっとしかいつもそんな感じ。明日は普通にできそうだな。
ってことだよね。終わる時間知らないの全然知らなかった。18時じゃないってこと。18時だっけいつも。わかんない。何くらいじゃないの。スタース早いな。したからっていつも何時間ぐらいあるっけ。波動分かんない。え、12時から初めてあるの。分かんない。確かにそう3時間ぐらいってことは12時から。めっちゃ早く終わんない？ 3 時とかに終わるってこと？夜余裕でできるじゃんショールーム普通にそうなのか。今日髪型決まってない。何にしよう。何がいいと思いますか。髪型1日2回の時が。あ、そういう意味だったんだね。なんかさ、デイなんちゃらって書いてあったからさ、デイって書いてあったからさなんかね、でもさ、日にち一つしか書かれてないなって思ってたのよ。なんかその連絡が来てデイなんだっけ明日のやつわかんないけど2個書いてあってデイなんちゃらデイなんちゃらみたいなで日にち一つしか書いてないなとは思ってたのよ。でも自分が出る方の日にちしか書いてないのかなって思ってたら、そういうことね。昼夜で分かれてるんだ。いや、なんか Day5 から明日わかんないけどえ、そう書いてるからそう、なんか1日2回やると思ってなかったわパソナーツにレッスン明日はないかな。ないと思う。やっていいって書いてあるからそう思ってた。そういうことが1日2回やるんだ。知らなかった。出るの Day5? Day6 があるのか。18時からなんか2日2日っていうかと思ってた。その2日間、2日間ってかそのさ、今までそうだったじゃん。1日帰ってやったじゃん。そういうことか。 Day って書いてるからややこしいね。エペのせいか。エペとハードは別物だよ。あれは全く違う。あのね、ハードを皆さんした、あのなんだっけ、ゲージ上げたいのでぜひ。なんだっけあれ、あのゲージ上げるやつでは投げてください。あれめっちゃ大事だからね。あれで決まるからね、勝敗が大体ちょっとは関係あるけど、人の人のうまさとかも。もうあのゲージエナジーか、それで決めちゃうんだよね。ゲージのさ、どこまでいってるかで大事なんでね。あ、もうちょっとでゲートバトル始まる。
優勝したい、そろそろ旅行にも行きたいし、そろそろ優勝したいです。チーム B 初優勝ちょっと欲しい。チーム B まだ一回も優勝してないの、やばくない？シーズン1から優勝ゼロ、チーム B だけ優勝したいよ。まずい、今のままだと。勝ちたいな、明日。そう、みんな旅行行ってるからな、そろそろ。ビーも勝って行きたいよ、旅行に。旅行に行きたいよ、私も。どこ行きたい？あ、北海道北海道に行きたい、私は。北海道か。え、これってさ、え、最近の旅行のやつってどうなの？なんか選べる感じなの？それとも決まってる感じ？なんかここですみたいな決まってるのか。北海道行きたい。リップ出す。リップつけちゃった。あ、選べるパターンなんだね。嬉しいね、それは。北海道行きたいじゃん。一択だな、北海道。優勝したい、頑張ろう明日。なので皆さん絶対エナジー投げてください。めっちゃ大事なの、エナジーが。ギジャー高くするのがね。あ、始まった始まった。ギジャーバトル。こんにちは。取れたての海鮮美味しい。絶対美味しいじゃん、そんなの。いいなぁ、行きたい北海道。お土産いっぱい買って帰りたい、北海道に行って。ロイズの生チョコと、あと生キャラメルも買ってみたいななんかいっぱい買って帰りたい。北海道行きたいな。え、今寒そうだな、北海道。寒そうだから、もうちょっと暖かくなってから行きたい。自分へのお土産、そう、自分への食べたい。白子ビト知ってるよ、食べたことある。美味しいよね、あれ。あれも買いたいな、いっぱい買って帰りたい。名言、北海道行って、北海道行きたい、いつかは行きたい。ねえ、優勝明日頑張るわ。
波動練習したいから、チーム B 初優勝をちょっと狙うわ。自費で、自費で行こうと思えば行けるけどさ、優勝したらあのその旅行のさ券をもらえて行けるんだよ。行きたくない？それで自費で行こうと思えば行けるけど、でも自費だったら行かないんだよ、ね、私その手配するのめんどくさいからだからだと 100% いかないから自分自分でなんかその全部用意するのって大変じゃない？もうよっぽどもう行こうって絶対決めない限り、ちょっと行こうかなぐらいじゃめんどくさいじゃん。だからうん準備するから楽しい。うん誰かといたらいいけど、一人だったらめんどくさいな。いやもうよっぽど行こうっていう気になってない限り無理だな。勝てそう、あとちょっとで。そう、牛丼行ってくるか。もう一回、さっき出たんだけど、いいか、もう一回出てきそう。来た。攻撃。いやー、ちょっと残っちゃった。頑張れ。お、倒した。倒した。ウィン。勝ちました。お疲れ様でした。よいしょ。勝てた。自腹が嫌なだけです。自腹も嫌だけどだってさ、ハード優勝したらいけるんだよ。券用してもらって、旅行券くれて、それどっちがいいかって言われたら、そりゃ優勝でしょ。優勝でいいいけるそうでしょ。自腹の方がいいですなんて言うといないでしょそりゃいないでしょそんな人。しばらの方が嫌でしょそれ旅行優勝して旅行行けるんだったら私1時20分までって1時間ぐらい。いやー寒いな今日。部屋が暖房つけてるけど寒い。寒い寒い。マフラーを巻いていく。ちょっと
かるまでならない。え、そんな雪降ってんの？私さ、まだ外見てないから雪がどれだけ降ってるとかさ、外がどれだけ寒いとか分かってないんだよね。え、そんなやばいの？え、めっちゃ降ってんだ。寒そう。雪降ってるのは知ってるんだけど、なんかツイッターで見た、どんだけ降ってんだろうと思って、とりあえずなんか写真だけ見てみた。検索したら出てきた。普通に積もって、あ、そんななんだ。まだね、外見てない、出てもない。玄関とこから見ようかなと思ったけど、見てない。スノーブーツ入っていた。スノーブーツなんて持ってないよ。そんな雪と無縁の生活してるから持ってない、そんなもの。気温は降んないから。眠い。一番です。テンコロリン。コロナの。でもいつだっけな、何年か、去年か、何年か前じゃないわ、去年、え、去年だっけ、なんかさ雪降って積もってみたいな時あったじゃん。ちょうど1年ぐらい前かな、忘れたけど、おすごい雪積もった時あったじゃん。その時にさ、なんか地面がさ、こうもう踏み固められちゃっててさ、すごいもうスケートリンクみたいになってて私もその時普通に転んだな。歩くの嫌だったもん。積もってんのか、そんな降ってんだね、知らなかった。まだ外見てないんだよ。ライブカメラ、あー、なんか YouTube のやつ。でもこの携帯 YouTube 入ってないんだよ。見れない。見れないや、 YouTube 入ってないこの携帯。電車遅れてんのかな、知らないよ、何も見てない。遅れたとしててもちょっと早めに着くようにしてるから大丈夫だと思うけど、そんなやばいのかな。すごい、なんか帰宅命令とかトレンド載ってるんだけど、え、そんなやばいの？わかんないけど、このツイートしてる方がさ、どこの方なのかがわかんないからあれだけど、すごい、なんかさ、どこだこれ、八王子駅前、日本のトレンド、トレンド、ツイッターのトレンドのとこ入ってる。どこ行った画像、なんか雪積もってる、
今日は傘持っていかないとだな。ちゃんと わ、すごい積もってる。すごい、めっちゃ降ってるじゃん。寒そう。八王子ってそんな寒いところなの？知らなかった。え、そうなの？普段そん、え、寒いとこなの？え、知らなかった。あ、そうなんだ。知らなかった。あ、寒いんだ八王子。もともと、あ、そういう感じ。八王子山なの？でもそれすら知らない。あ、そうなんだね。知らなかったわ。山あるんだ。八王子。知らなかった。そんなやばいの？わかんないのか。ツイッター見たけどよくわかんなかった。早めに出ますよ今日は。今日早めに出る。マック行きたいから。マック行きたいから早めに行く。あ、でもどうしよう、マック、なんかさ。急にさ、マックとサブウェイで迷い始めた。今サブウェイってなんかあれあるのかな。じゃあメニュー見よう。サブウェイのメニュー、サブウェイも好きなんだよね私。え、え、おいしそう。これ何これ。ピザ濃厚エビビスク、オマールエビ仕立て。おいしそうじゃない。いいね、エビ、エビ玉ベーコン、おいしそう。いや、でもマックかな。マックにしちゃおうかな。サブウェイ今度行こう。うん、今度にしよう。サブウェイも好き。でもハニーマスタード、マスタードあんま好きじゃない。あんま好きじゃないマスタード。無理だわ。モスは好きだけどハニーマスタードがあんま好きじゃないんだよな私。いやでも今日モスは行かないな。マックだな。なんだっけ、スイートチリシュリンプ。スイートチリシュリンプにする。なんだっけ、油淋鶏もいいそうだけど、スイートチリが食べたい。これかなちゃんを決めた。スイートチリシュリンプ、そう、アジアンのやつ。これ、美味しそう。スイートチリ、チリソースめっちゃ好きなんだよね、私。美味しいよね、チリソース。食べたけどうまかった。美味しかったの？楽しみ。
対食べよう今日。もう売り切れとかないよね。まだまだあるよね。大丈夫だよね。今日はマック、今日の昼ご飯。ローソンいろんなの大盛り、ああね、してるね。あれ食べたい、ローソンの生ガトーショコラみたいなやつ、それ食べたくってさ。昨日ローソン行ったから、なんかそのデザートコーナー、スイーツコーナー見たんだけど、なかった。その増量してるやつ、おにぎりぐらいしか売ってなかった。売り切れてたのかな。なかったですね。多分売り切れ？なかった。どうしようかな。ポテトも頼んじゃうかな。ポテト値上がりしたよね。食べたい。それか、ポテト、なんかサイドメニューなんか頼もうか。どうしようかな。シャカチキ、シャカチキ何年も食べてないや。シャカチキ、ポテト、シャカチキ、シャカチキいいね。どうしようかな、どうしよう。ナゲットもいそう。ナゲット普段頼まないんだよね。お久しぶりに食べるのもあり。美味しそう。お腹空いてきた。あー、ちょうど12時だからお腹空く。なんか気分で頼もう。ポテトにするか、ナゲットにするか、シャカチキにするか。気分、その並んで気分で決めよう。ちょっと決まんない。決まんないから気分で決めよう。続いて、いや、ナゲットもいい。ナゲットなんか、ソース期間限定のあるのか。うま黒にんにくソース、やみつきうま辛チーズソース。おいしそう。チーズソース、うま辛チーズソース。いやでも今日はナゲットの気分ではない気もしてきた。どっちなんだよって。おいしそう。食べたい早く。え、どんなんなんだろうチーズソース。わかんないな味が。よいしょ。マサ行かない今日。マサ好きだよ。好きだけど今日は行かない。最近行ってないな。モスモスバーガーが一番好き。あのモスだったらね、まあいろいろあるじゃん、バーガーとか普通のやつが一番おいしい。モスのモスはね、マックでハンバーガーはあんま頼まないけどさ、普通のやつなんていうの、こう一番王道のやつ頼まないけど、モスはモスバーガーが一番美味しい。期間限定、期間限定の時に行く時が多いから期間限定のやつかな。もう普段そのしょっちゅう行かないから。でも
フレオフィッシュとかアビフレオとか、あとなんだっけ、エグチ、スパチキ、ここら辺好き。何しよう今日の最後に、どこ行ったっけ、メニューの欄あった、そのメニュー、シカチキでも食べたいな、食べてない。最近ポテトもいいけど、ポテトはよく食べるから、行った時美味しいけどね、ポテトも。シカチキにしようかな、やっていけよやっていけ。朝の照り焼き食べたことないかも。うん、今日の髪型何にしよう決めてない。何がいいと思う今日の髪型。カチューシャとをなんかさ、こうタンポポの決心でこうなんかつけるサンバイザーみたいにつけるから、それがつけれる髪型じゃないとダメなんだけど、何がいいと思う。昨日と同じやつできないんだよね、カチューシャつけるな。あれつまみはしない、崩れやすいんだよね私の髪型的に、空いてるからすごいボサボサになって、あの最後の方すごいそうボサボサになっちゃうから、ちょっと三つ編みはなんかイベントとか途中で着替えないような、イベントとか撮影の時にしか基本やんない、崩れちゃうんだよ。ツインテールできるよ、ツインはできる、ハーフツインもありだね、羊できない、引っかかるカチューシャつけられないんだよ。ポニーテは私が好きじゃない自分がしてるのあんま好きじゃない、ポニーテは。ハーフアップはね、前回やったんだよね、あのなんか横編み込みのハーフアップみたいなやつ、それがやりたいの。できる髪型、カチューシャで引っかかんないやつだったらできる。もう自分で決めてもう何にしよう、何がいいかなもうツインしかない、さっきから候補は。でもツインはよくやるから、なんか他のしたかったんだけど、でも思い浮かばないからな。なんか調べたら出てくるかな、なんてみんな、なんて調べてさ探してるの、髪型、可愛い髪型教えてほしい、どうやって調べてんのか可愛い髪型何にしようかな今日、何にしよう、決まんない。何がいいかな。わかんない今どうやって調べるんだ、見てるあんま好きじゃないんだよな、自分のそんなに好きじゃないから、あんまやったことない。
もいいけど、なんだろうな、正面から見た時にポニーテールって見えないじゃん。だからかな、好きじゃないの。自分がなんか見える方が好きなんだよな。ポニーテール自体が嫌いってわけじゃなくて、自分がするとね、なんか違うみたいな。どうしようかな。いや、サイドポニーはね、多分カチューシャ無理だね、あれ。ちょっと幅が広いカチューシャだから。いけるのかな、わかんないや。どうなんだろう。まあまあ幅広いけど。ちょっと後ろ目だったらいけるのか。でもちょっと後ろ目、わかんないや。サイドポニーしたことないから。うん、多分やんない。サイドポニーは昨日の髪型はできないからしないです。うん、カチューシャつけれないんだよな、昨日の髪型すると。まあ後で決めよう。後で決めるよ。ローテーション？いや、ローテーション決めたらつまんなくない？つまんない。それは。つまんない。後で選択肢少ないよ。でビコエンは特にね、カチューシャつけるから、そのなんかできないやつ、カチューシャつけづらいやつはね厳しいんだよね、やるの困っちゃうからできないと、カチューシャできないと。なんで喋って出てくるかな、可愛い髪型。これね、インスタだよね、多分。何でしょうか。カチューシャでもいけそうなやつだよね。一気に調べるか、言ってる時ウィフライもね、私一時期やってたけど、ウィフライするとさ片方耳出せないから、耳出したいんだよね、こっちの方が重く見えちゃう、髪が。時々しかやんないよ、だからエビフライ。なんかないかな、調べてるけど難しいな。それでなんか調べる。
わ。アホアップ前回したからね。やめろ。先週の B 公演でハフアップした。違うのしたいんだよね、前回とは。後で決める。新潟坂道って言う？坂道さん？系ってなんかおろしが多いイメージ。ストレートのおろし、巻きおろしとか、なんかいろんな髪型してるイメージあんまないんだけど、もない。まあなんかヘアアレンジめっちゃしてるみたいなイメージないや。坂道さんイメージだけど、ただの。アレンジがしたいから、そう、それだと出てこなさそう。自分がしたいの。まあ後で決める、後で結局後で決める。もういつも通り、いつもこう。いいけど後で決めれば。だって公演前にさ、髪の毛してもらうときにまでに決めればいいから。あとで決める。クマできないんだって。カチューシャつけれないんだってできないんだって。クマも羊も当たっちゃう、カチューシャが。できないんですよ。怒られるから。つけれないからいっかじゃないんだよな。つけないと。だからユニットだからさ、でみんなカチューシャでしょ、ユニットの衣装だから髪飾りの効果もできないし、ユニットだからね、効果も厳しいし、髪飾り無理なんだよね。全体曲の髪飾りだったらまだ変えれるけど、カチューシャ無理なんだよな。あのユニットだから、でみんなカチューシャだし雫だったらいける。雫は、うん、ないから。カチューシャとかあるけど、ユニットでカチューシャがないから、うん、できる。オープニングの衣装カチューシャとかあったりするけど、ほなね、変えることもできるから。あと中盤のベレー帽とかもあったりするけど、あれもね変えたりできるから。いけるけど、いこうよ。ユニットだからね、変えれないんだよね。髪型は後で決める。結局後で、公演始まる前メイクしてもらう時に、ヘアメイクしてもらう時に、あとでいきます。結局ちょっともう決めれなかったから、あとでもう寒いし、お腹空いたよ。早くショルも終わったら、もう急いで行こう、買いに行こう
食べたいけど今食べるとさ後でマック食べるからちょっとあれじゃん。後でね、お腹空いた。黄金糖食べてもいいかな。黄金糖だけだったら別にいいか。黄金糖食べちゃいこう。だってお腹空いたんだもん。半面で見ないと見つかる？え、半面でかける今日。だいぶ半面出る。マック行くから。ご飯食べる時間を確保するために半面出る。なんであったの？この間食べたやつこれ。なんか全然入ってる。一個しか食べてない。今食べて2個目。全然食べてない。この前買ったやつ。マック行く。おいしい。確かにカイロ持ってく。でも公園中触んないし。どうしよう、迷いどころだな。いや、なんか手袋、うん、どうしようか。袋をつけてこうかな。ハモイフェ、手袋ある。でかい、でかい、なんていうの、スマート機にそうかさばるんだよな。可愛いんだけど、メリジェリーの自分で買ったんですけど。つけてこうかな。でも今日寒いし、まあどうにかなるか、スマート機。うん、まあ大丈夫か。よく持ってく、ちゃんと。寒い。袋。うさぎの手袋。これ。なんて。袋だから、ミストが犯してるわ。でかい。かわいい。ミトンです。顔がいい。これつけてこうかな。すごい服と同化してる、真っ黒。何も見えないわ。同化してる。今日全身真っ黒、ズボンも黒。
管理だからね、ダメです。手つけ、うん、これつけてく。手袋、これ、これマフラーは黒じゃない、マフラーなんか緑みたいな、緑のチェックの中学生の時に買ったやつ。買ってもらったやつかな、買ったやつかな、忘れちゃった。中学生の時からずっと使ってるマフラー。5年ぐらい使ってる。全身真っ黒ですけど、マックでアジアのジューシー食べる、なんかスイートチリシュリンプだっけ、それエビのやつ、それ食べる、エビ。もし風に飛ばされてなくしたことないな、そんな飛んでいったことないかも。あんま帽子かぶんないから、そもそも好きなんだけど帽子、もうかぶんないんだよな、持ってるけど。寒いよ、17度、 17.8 度、寒い、17度でも。エビいいよね、エビ。スイートチュリーシュリンプだっけ、合ってるかわかんない。そう、ドラグ今日最終日なんですよ、買って終われるといいけどさ。ハッピーセットのおもちゃ今何か知らないや。知らない、今何なんですか、ハッピーセットのおもちゃって。ちっちゃい頃食べてたハッピーセット、最近食べてないや。時々めっちゃ可愛いのやってるよね、ハッピーセットのおもちゃ。今何なのか知らないけど、グルメ、あ、なんかちょっとだけ見たことある、なんかテレビつけたらそれが流れててみたいな感じで。充電がない、可愛いでしょこれ。ハメ吉。タヌキチか。ハメ吉？なんかちっちゃいやつかそれ。え、ちっちゃいやつ？なんていう？タヌキチかこれは。なんだっけ？
んかいなかったっけ、つぶきちみたいな、いなかったっけな、いるよね。これたぬきですね、動物の森のキャラクター。これはたぬきちかなんだっけ、どんなんだっけ、調べてみよう。豆吉、つぶ吉、たぬ吉、これは何、これ、たぬ吉、たぬ吉、つぶ吉、豆吉、これは何、これどれ、わかんない、これどれだろう。うん、ちょっとわかんない。これ、これたぬきち？似たような顔だからわかんない。でもたぬきち、たぬきちはね、ちょっとね、目がね、半分しか開いてない。じゃあ違いそう。これは、いやでも、え？でも目の色的にはたぬきちなんだ。これなんだろうね、わかんない。これ商品名で喋ってわかんないけど、ジェラートピケ、ジェラピケのさ、この集まる動物の森とコラボのシリーズめっちゃ可愛いの。あつ森とコラボの、どれやろう、これか、粒豆ジャガードブランケットって書いてある。あ、両方だわ、粒吉と豆吉だ。これはタヌキチじゃなかった。これつぶきちとまめきち、どっちがどっちかわかんないけど、両方タヌキチではなかった。タヌキチはね、目がね、ここぐらいまでしか開いてない、ここら辺まで閉じてる。これタヌキチ、これここまで閉じてた。さっき調べたらわかんないよ、顔一緒なの。わかんない、私もこれの区別。可愛いよねこれ。でちょっと大きいんだよねこれ、持ってるさ膝掛けの中で、ちょブランケットだからこれちょっと大きくってよく使ってる。家にある膝掛けちょっとちっちゃいんだから、膝掛けでも夏ぐらいだったらそれでいいんだけど、冬はねちょっと大きい方がいいじゃん。でも布団まで行くとでかいじゃん。布団まで行くとちょっとサイズがでかいから、このぐらいがちょうどいいんだよ、ブランケット。
分ぐらいは大きくないけど、居酒屋よりかはちょっと大きいみたいなやつ。サイズがいい。膝掛け、そう、膝掛け大事。膝掛け年中使ってる夏でも、夏でも使う。冬も使う。冬は寒いからだけど、夏もうなんか使ってるのかなと思うジャラピケです。これどこか書いてる。ジェラートピケ、ジェラピケ、なんかいただいたやつプレゼントで、ありがとうございます。めっちゃ使ってる、寒いから雪テンション上がらない。え、なんかちょっと見るぐらいだったら上がるよ。でも地面が凍っては全然テンション上がんない歩きづらいのは、全然テンション上がんないかな。それはなんか雪降ってたら、あ、降ってるみたいな、積もってたら積もってるってなるけど、ちょっとテンション上がるけど、でも地面が凍ってるまで行っちゃうとそれはテンション上がんない。今歩くの嫌だなってなるじゃん、それは待って、地面凍ってたら歩くの大変じゃん、滑るし嫌じゃん、転んだら。だから雪が積もるの見るのはいいけど、凍ったら嫌だな変だからね。もう踏み固められた状態の道歩けない。あのスケートリンク下のさ、間違いなく凍る。最悪だよ明日波動だからやだよ。波動前に転びたくない、やだよ波動で動くからやだやだな、転びたくない。もうその波動の会場まで行くだけで疲れそう、凍ってたら。もう歩くのに神経使いすぎて疲れそう、それで。年にそんな数回レベルなのに今日と明日の食べだけに買う、そのブーツを全然履かないな。本当年に1、2回程度あって3回とかぐらいじゃない、雪が積もるなんてその全然履かないのに買う。雪の上で波動危なすぎでしょ危なすぎ。夏で外見るの楽しみだわ。まだ見てないからさ、外どれだけ雪降ってるとか知らない。
かな。お昼からだから出かけるときは変わってるか。え、そうなんだよね。波動ね、明日お昼かららしいんだよね。12時から。今日知った、さっき知った普通に夕方18時とかからだと思ってた。お昼だった。だから変わってないといいけど、多分朝出るから。いや、なんかなんか違和感感じてたのよ。そのさ、 Day5 Day6 のメンバー書かれててさ、その連絡が来た時にね、公式で発表された時じゃなくて、連絡が来た時、これが入りますっていう、何日にこの仕事入りますっていうのが時に、日にちが一つしか書かれてなかったからえと思ってたんだけど、自分が出るところしか書いて、日にち書かれてないのかなって。Day6は別の日だけど、自分そっち出ないから書かれてないのかなぐらいと思ってたんだけど、そう、1日2回やるパターンらしい変だなと思ってたけど、その自分が出ない方も書かれてるのかな、え、なんでだろうと思ってたんだけど、出ないのに書かれてるから、そういうことだったらしい。3月かな、ハート出るのって、それもう発表されたやつだっけじゃあ発表されてるかが分かってない。明日はね、夜配信できるのやつに、終わるの早いから多分、始まるのが早いからさ。やばい、お腹空いちゃった。飴全部食べちゃった。さっき食べ、全部っていうかさっき食べたやつもなくなっちゃったから。お腹空いたよ。飴じゃ、お腹空いたの変わんないって飴じゃ変わんないわ。お昼の、あ、3月かも発表されてるね。そう、出るの知ってる、この間知った。そっちもお昼か。ポテチ食べな、ポテチない。ポテチ好きだけど、でもこの後マック行くんだって。マック前にポテチはジャンキーすごいな。傘忘れないしね、とか傘、傘すぐ忘れない。傘絶対にいる、傘なかったら濡れて帰んないといけない、絶対いるわ。1日イベントもありますね。なんか地味に発表されてたやつ、なんだっけ、ドットエール。ドットエールフェス2周年スペシャル3月1日イベントです。マックやポテチ、マックでポテチあったらいいんだけど、ないからな。うん、お腹空いたよね。私もお腹空いた。めっちゃ今何か食べたいんだけど、このあとマック行くからって思って食べれないでいる
なんか食べたいんだけど今とても、ラメを食べちゃったけど、この後マック行くだから普通に食べるからマックで、うわ我慢我慢、後で行くからね。マックでポテトは必須。え、今日はねポテト頼まないつもりでいた、ちょっと邪道。飲むヨーグルトないですね。今飲むヨーグルト準備してないよ私。別に準備してないです。あとは鏡入れたっけ、あとで確認しよう。メイクポーチと化粧水とか入れた、鏡とリップか、あとなんかでも茶袋とマフラーぐらいかなと。あ、モバイル、あ、充電終わってる、あ、終わってる、見える、4つついてる、よし、よかった終わった。待ってた待ってた、これいいんだよね、これさこの充電のやつがさ、こうコードがついてるから、ここにもうすぐできるのがいい。よいしょ、向こうのさモバイルもあるんだけど、こっちは別でコード持っていかないといけない、これついてないから、薄いし軽いしコードついてるし、ケース買えてないまだ。え、なんか昨日買いに行こうと思ってケースあるかなって見たら全然なくって、スマホケース売ってるお店が買えなかった。まだこれ100均のケース、これ透明の、なんか買いたいんだけど、どこ行けばある？スマホケースって可愛いのいっぱい、どこに、みんなどこで買ってんの？学園にコンセントあるよ、あるけど私の学園の席のところにはコンセントないんだよね。なんか可愛いね、スマホケースのお店があってそこで買おうかなと思ってるけど、でもそこ行ってないから最近、そこの近く、今度行く、今度ずっと今度って言ってる。でも買い替えたいんだよね、100均のから、卒業する、100均のスマホケースから。めっちゃっと腰に据えてる。今は私30点いいですね。このまま夜も勝てば12345、5位かな、多分5位と割れる、いいじゃん。最後ミスさんとかどうかな、戦うの、嬉しい、うん、何位までだっけ、これって7位までだっけ、嬉しい、多い、いけそう、頑張ろう最後まで。ちょっとこっち、なんか達成したミッションがあるって、
よし、受け取った。16時から18時メンテナンス、わかった。でもその時間帯忙しそう、メイクしたりで18時半開演でしょ、メイクしたりとかリハしたりがあるから。今日のお弁当何かな。今日お弁当持って帰ろう。持って帰ってきてから帰ってきて食べよう。だってマーク食べるから、お昼は。持って帰ってきます。いや、配信するときに食べるかわかんないわかんない。普通に配信する前に食べちゃうかもわかんない。その時に夜帰ってきてから。20分だ。ランキング読まなきゃ。ちょっと雨のゴミを片付けてた。13位からランキング読みます。13位、マサムネさんありがとうございます。12位、バトニーさんありがとうございます。あ、なんか前髪今日なんか長くない？気のせいか、わかんない。11位、ハッピーサッピーさんありがとうございます。前髪気になるから串しよう。10位、マルさんありがとうございます。9位、ケンキザキさんありがとうございます。8位、リオさんありがとうございます。7位、みずきアットマーク、公演楽しみだよさんありがとうございます。6位、香港のハルマさんありがとうございます。5位、大間さんアットマーク015さんありがとうございます。4位、ズーシミケンスケさんありがとうございます。3位、まぼろいさんありがとうございます。2位、おまめさんありがとうございます。そして1位が安則さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ね、ありがとうございました。いいよ、また夜公演終わって帰ってきたら配信します。11時とか10時半とか11時前、でもそこら辺でやると思います1時間ぐらいかな、やると思うんで。これを持って帰ってきてやります。夜の配信でまた。じゃあまた後で。じゃあ私はお腹が空いたのでマックに行ってきますね。お昼ご飯マックマック食べたい、ご飯マックマックじゃあまた夜の配信でありがとうございました。またね、バイバーイ。ありがとうございました。またね。